こんにちは。こんにちは。はい、それでは動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。昨日の動画の続きでございます。はい、はい、というよりもこっちが多分本編、まあそうですね、になるのかな。はい、昨日ちょっと撮影していて、途中でちょっと音声途切れてまして、はい、後半ほぼ 4,5 分、うん、丸々抜けておりました。大変失礼しました。すいません。はい、すいません。まあたまにありますので、はい、はい、素人がやってますので、ご勘弁願えたらと思います。まあとはいえ履き始めて10日目なので、正直そんなに変化はないです。はい。はい。で、洗濯もしてませんので、はい、まだそんなにね何も変わらないかなという感じなんですけど、まあちょっとねこう膝が。で膝が出るというかちょっと馴染んできたというか、はい、で膝の後ろなんかは少しこうシワ感が入ってきてまして、まあどうかな、生地感的にちょっとこう新品と比べるとあちょっとこう使用感があるというか、履いてるなという、 こう柔らかさが少しだけ出てる、はい、そんな印象です。まあなのであんまり面白くない分かりやすい変化、はい、面白くないかなと思いますので、はい、まあ、今日はこんな感じにして、まあ、次はね1ヶ月に1回ぐらいできたらいいなと思いますので、はい、まあ、次はちょっと洗濯もして、まあ、乾燥機入れるなら入れて、はい、まあ、僕ちょっと丈直そうかなと思ってますんで、はい、まあ、その辺は、次回何日目になるかちょっと決めてないですけど、次回の動画でしっかりご紹介できたらなと思いますので、はい、まあ、参考にしていただきながら、まあ、塩田のジーンズはじゃあどうなっていくのかなっていうところで、チェックしていただけたらと思います。はい、はい、じゃあ今日はそんな感じで、はい、11日目なのか新10日目なのかちょっと分かんないですけど、続みたいな、続編なのか、はい、まあ、そんな感じで今日はお送りしてまいりました。またどうでしょう、今月末ぐらいからちょこちょこ入荷が始まりそうかな、うん、もう、まあ、そろそろね、そろそろ SS というのがまだ全然真冬にもなってないんですけど、はい、まあ本当に今すぐ使える SS 分っていうのが入ってくる感じになりそうなので、またその辺は入り次第ご紹介していこうと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。